The operator of the Fukushima Daiichi nuclear plant is facing yet another problem with its wastewater filtering system. The system came to a halt again on Sunday. Tokyo Electric Power Company has been filtering highly contaminated water in basements to remove radioactive materials and then pump the water back into the reactors as coolant. Shortly after 7 a.m. on Sunday, some of the pumps in a U.S. decontamination device that removes radioactive cesium stopped and could not be restarted. About an hour later, a pump in a French device also stopped working. A backup pump also failed to work, bringing the whole decontamination system to a halt. The decontamination system has faced problems before. On Thursday, another pump stopped at one time, and on Friday, an alarm went off and the system stopped operating. TEPCO added a Japanese-made decontamination device to the system to make it more stable. But the utility wanted to treat wastewater before the test run of the new device because there is little available storage space for the contaminated water. The utility is trying to determine the cause of the malfunctions while working to restart the system.核燃料サイクルはどうしても必要なのか、原発以外にエネルギーの選択肢はないのか、東京大学に原子力専門の科学者を訪ねました。斑目春樹教授は政府の原子力政策を決める原子力委員のメンバーの一人です。 技術の方はですね、とにかく分かんないけれどもやってみようはどうしてもあります。で、ダメ、危ないってなったら、ちょっとでもその兆候があったらそこで手を打とうと、うん、恐る恐るですよ。原子力もそうなんですね。原子力もそういうところは絶対あります、うん、だって例えばですね、原子力発電所を設計した時には、あの応力腐食割れ SCC なんていうのは知らなかったんですよ。だけど、あのまだいろんなそういう分かんないことがあるから、あの、安全率っていうかですね、余裕をたくさん持って、でその余裕に収まるだろうなと思って始めてるわけですよ、うん、そしたら SCC が出てきちゃった、うん、でチェックしてみたら、まあこれはこの余裕なんかが収まってよかったよかった、うん、今までよかったよかったで来てます、うん、でただしよかったじゃないシナリオもあるでしょうねって言われると思うんですよ、うん、その時は原子力発電所止まっちゃいますね、うん、原子力発電に対して安心する日なんて来ませんよ、うん、せめて信頼してほしいと思うんですけど安心なんかできるわけないじゃないですか、あんな武器なの。その核廃棄物の最終処分をすることは技術的に問題なくても、はいはい、そこを受け入れる場所がなければ今困っちゃいますもん、うん、ないですよね。フランスでもイギリスでもまだ決まってない、うん、ないですよ。それ大きな問題じゃないですか、うん、いやだから、うん、基本的にそのなんていうのかな、今の路線で、今の路線が本当に正しいかどうか別として、今の路線かなんかで甲斐があるだろうと思ってるわけですよ。というのは、最後の処分地の話は最後は結局お金でしょ。どうしてもその、みんなが受け入れてくれないってなったら、じゃあお宅にはこれ、そのじゃあ、今までこれこれって言ってたけど、その2倍払いましょう、それでも手を挙げないんだったら、じゃあ5倍払いましょう、10倍払いましょう、どっかで国民が納得することが出てきますよ。それは経済的インセンティブと、処理費なんてたかが知れてるから、多分そのそこは引き出さないですね。今は確か最終処分地を受け入れてくれる、ローリング調査をさせてくれるだけですごいお金流してますね。20億円ですよ、うん、あれがたかが知れてるらしいですよ、あの世界は。そうなんですか、うん、だから原子力発電っていうのはものすごい儲かってるんでしょうね、きっとね、うん、そりゃそうですよ。原子力発電所1日止めると1億どころじゃないわけですよね、うん、だからそういう意味からいくと、今動いている原子力発電所を潰す気なんてアメリカも応答ないし、うん、日本も電力会社あるものはもうできる限り使いたいっていうのは、これは本当本音ですよ、うん、増え続ける核廃棄物を最終的にどうするのか、100万年間保管するその方法は
世界中のどこも決まっていません。